ギーボルデハウゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州ゲッティンゲン郡、ニゾクスフレッケンで、ザムトゲマインでギーボルデハウゼンの本部所在地である。ギーボルデハウゼンは、ウンターアイヒスフェルトの北端、すなわち、ローテンベルク山地の南端に位置している。ゲッティンゲンの東北東、約 25km の連邦道、B27 号線沿いにある。この道路は、北東方面。 ヘルツベルクアムハルツに通じている。隣接するマッチソンは、ビルスハウゼン、ハットルフアムハルツ、ロルスハウゼン、ボラースハウゼン、ボルブランツハウゼン、リューダースハウゼンである。ギーボルデハウゼンは、1003年5月25日に、国王ハインリヒ2世によって、ゲビヒルデハシンという名前で、初めて記録されている。これは、女性の名を冠した数少ない定住地の一つである。 キリスト教不教後の500年から800年の間には、すでに、周辺の荒れ地に海村が形成されたと推測される。いくつかの記録から、10世紀にはすでに、ギーボルデハウゼンに城が建設されたと推測される。この推測は、ガンダースハイム修道院が1256年と1324年に、ギーボルデハウゼンのセーラウレンティウス教会のために、 所有証明書を発行していることを根拠としている。それ以前に、ビーゾーハクは、ギーボルデハウゼンの城と土地をガンダースハイム修道院に寄贈していたのである。1291年には、ヒルデスハイム司教による、この城の破壊行為が記録されている。さらにこの世紀には、この城は、行政活動の中心となっていった。この城は、 周辺村落の行政中心であり、14世紀からこの地を支配した大館の所在地であった。大館の所在地として、ルーメ川沿いにオイレンブルクという城が現れた。この城は元想にしていない。また現在も残る、ハウスアウフデムバルも当時は大館所として利用されていた。1450年から、ギーボルデハウゼンは、フレッケンとしての方がを見せ始め、 市場開再建とビール醸造権を得た。その後この町は17世紀から18世紀にかけての戦争により最も困難な試練の時代を経験した。この町は宿営の提供や軍税の支払いを義務づけられ、略奪を受けた。さらに何度も火事に遭い、ギーボルデハウゼンの一部は破壊された。こうした事件は1694年、1712年。 1850年に起こり、1850年にはさらにこれらの流行にもさらされ、350人の命が失われた。1885年の軍制度の導入まで、ギーボルデハウゼンは、ウンター・アイヒスフェルトの同盟のアムトの司法、行政中心地であった。1885年の新たな軍創設に伴う、アムト廃止により、 ギーボルデハウゼンの歴史に深く関わってきた機能が失われた。ただしく裁判所だけは1932年まで存続した。1971年、ギーボルデハウゼンは同盟のザムトゲマインでの中心地となった。ギーボルデハウゼンの裁判は1396年に初めて記録されている。これはギーボルデハウゼンがブラウンシュバイク港から マインツ司教に以上された後、その大韓裁判所から発展したものである。もともとこの周辺地域の裁判権は民会裁判であり、その会場後はベルンスハウゼンにある。大韓の裁判権が民会の裁判権に介入することで、最終的に民会は消滅した。このため、ギーボルデハウゼン大韓は15世紀半ばまでベルンスハウゼンで判事として、 裁判を行っていた。この判事の社会的地位に15世紀末から変化が起きた。この時代以降、土着の貴族ではなく、アムトの市民階級が、判事の地位につくことが増えていった。アムト・ギーボルデハウゼンにおける、裁判の重点はなおもベルンスハウゼンに置かれていたが、ギーボルデハウゼンでも裁判が開かれた。1684年のリユーターチェン・ロガバッチによれば、 この村の住民を裁く際には主にギーボルデハウゼンで裁判が行われるようになっていた。この村の裁判はベルンハウゼンのそれと同様に判事の他に法廷初期1名と参信員12人で行われた。やがてギーボルデハウゼンの判事の社会的地位が重要なものになったことは彼がアムトの全法廷で司会を務めるルステベルク上級大官代理の職を辞したことから 明らかである。マインツ選定綱領時代の終わりまで、ハインジは、ドゥーダーシュタット市長と共にドゥーダーシュタットの西裁判所を統括した。ビントホルストリウの司法改革に伴う行政と司法の分離は1852年になされた。ハノーファー王国では、この地域の区裁判所の統廃合に伴い、リンダウ区裁判所が廃止され、1859年に、 ギーボルデハウゼンに統合された。この裁判所は1932年10月1日に閉鎖され、ドゥーダーした特裁判所に統合された。この町の議会は、県人の町長,長を含め15議席からなる。図柄、上下に分割。上部は金字に黒い木組みが見える赤い切り妻。下部は赤字に六本スポークの金の。 マインツ選定校の和サガ岩の角石で作られた聖、ラウレンティウス教会は、その大きさと、高台にある、その位置とデギーボルデハウゼンの風景を決定づけている。この教会は1727年から1729年に、ベネディクト会修道士、フィリップ・ケルステンの設計に基づいて建設された。これには、ゴシック様式の先行建造物が取り込まれている。 先行建造物であるゴシック教会は1441年に建設されたもので現存している部分は不壁、静壁及び西のボールとの針まである教会内部には1754年に作られた3軸の本祭壇や1733年建造の説教壇がある全長42メートル、全幅14メートルの長道は ウンター・アイヒスフェルトの堂々たる宗教建造物の一つである。特徴は内部の十字、高資料ボールトである。ここには、ゴシック教会の空間解釈を示す建築と、バロック様式の造形的教会装飾との間で、様式上の不一致が見られる。ギーボルデハウゼンの教会のこうした状況は、主祭壇と脇祭壇との色彩上、装飾上、 構成上の統一により一部解消されている。本祭壇は1732年から1733年に作られた説教壇の約20年後に作られたもので、リューダーシュタットのエルニス・トメルテンが制作に当たった。後期ゴシック様式のピエタのほか木彫の食材がこの教会の誇る美術品である。この食材は木に縛られ、 矢で貫かれた聖ゼバスティアン像を支えている。グスタフ・アドルフ教会カトリックのセーラウレンティウス教会の近くには1877年にネオゴシック様式で建造されたグスタフ・アドルフ教会がある。この教会は町のプロテスタントイコールルター派教会組織に利用されており、歴史上、芸術史上の人物と関係がある。 例えば、皇后アウグステはこの教会の被護者の一人である。この教会の建造者は、ハノーファーの建築家、コンラート・ビルヘルム・ハーゼである。彼は、ヒルデスハイムのマリエンブルクの建築家でもある。グスタフ・アドルフ教会は、ハノーファーの建築家の名前と結びついている。例えば、ハーゼが創設した、ハノーファー派の歴史的建築主義の人々である。この教会は、 比較的小さな規模の教会で、ハリマが6つの長道は内陣を含めて20メートルの長さである。それにもかかわらず、この教会は、浴廊と、顕著な支え柱システムを有する三労式の、バシリカ教会である。内部は、簡素な空間に、六材が、空間の色彩上のアクセントとなっており、彩色されたロマネスク様式の十字画像がある。 内陣の側壁には2枚のバロック様式の油絵がある。1枚はキリストの誕生を、もう1枚はキリスト像を描いたものである。後者は1877年に制作されたもので、教会性別の際の皇后アウグステからの贈り物であった。木製の説教団は、コンラート・ビル・ヘルムハーゼのデシ・ヘルマン・シャーパーによるものである。彼は、 ゲッティンゲンの視聴者を建設した人物で、この教会では、説教団の下に4人の福音シアを描いた、アエンバンを装着している。教会の鐘は、この教会の特殊性を示している。この鐘は1873年に、フランス軍の大砲から駐造されたもので、ドイツ皇帝ビルヘルム一世からの寄進の品である。ギーボルデハウゼンの上官ギーボルデハウゼンの領主化。 ミンニグローデ家の大館屋敷は、中心部の南の緑地内にあり、シュロスと呼ばれている。堂々としたその建物は、大きな農場屋敷の遺構である。地階を囲う荒い市の上に建てられた四層の木組建築で、スレート吹き屋根の中央に消灯がある。この屋敷は16世紀の初めに建設されたものだが、堅牢な地階とボールと構造の地下室は、 先行建造物の遺構を転用したものである。先行建築は、水堀で囲まれた強固な石像建築で、古いモットの場所に建造されていた可能性がある。この屋敷の古い所有者は、ブルーデン風前家であったが、ミンニグローデ家が1502年に、家屋、農場、牧草地を購入した。おそらく彼らの下で、ハウスワウフバルも再興されたと考えられる。 ミンニゲローデ家自体は1502年からギーボルデハウゼンの城代に任命され、1521年から1532年まで大漢の職にあった。1520年以後この屋敷は現在の姿に改築され、年輪年大学研究はこの木組建築を1528年のものとしている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。